Yeah. おっす。なんかちょっと前に、韓国の研究者が、超伝導に関する新たな物質を発見して、ノーベル賞級の大発見であると言われて話題になってたよね。あ、それね。当時韓国でも大きく取り上げられて、韓国が人類史上に残る世紀の大発見をしたと、ノーベル賞確定だと言ってみんな大喜びしてたけど、その後世界中の科学者が検証した結果、どうやらそういう物質は存在しないと。存在しないというか、論文に示された物質を作っても、それは超伝導体ではなく、むしろ数百万オームの抵抗を持つ絶縁体 だっったというう話が出てて人類史上最高のの発見から機代の詐欺劇にに転落しそなな雰囲気になってるよねつまりガセだったということか。まあ、どういう意図でその論文を発表したのかわかんないし、技術的な検証もまだ完全に終わってないからはっきりとは言えないけど、その可能性が極めて高いような気がするよね。君はは元研究者だよ、ね、そうだよよねそう超伝導詳しいのかいや、専門外だからそこまでは詳しくないけど、ただ超伝導にはちょっとした思い出というか、記憶があって、今回はその話をしながら、韓国が開発したと主張してる。 超伝統体 LK99 についいててかりやすく説明していこううと思うよよろしく頼むよ今から二十数年前のことなんだけど俺は大学を卒業して電子部品を作ってる企業に就職してそこの開発部門に配属になったんだよねでそこで最初にやった仕事が開発した試作品の信頼性評価だったんだよね何信頼性評価って簡単に言うと環境試験だよね開発した部品を過酷な環境高温低温高圧多湿の環境においてそれでもちゃんと機能するのかそれを調べる仕事に携わったわけ 要するに信頼性評価か。だからそう言ったじゃん。あ、そうか。で、その評価をしてるとき、絶縁体の中に入ってる金属の配線の電気抵抗を調べてたんだけど、これが超過細い配線で、少しでも温度をかけると、配線が断線しちゃうっていう現象が起きてたんだよね。具体的にどういうことが起きてたかっていうと、通常の状態、室温の状態の電気抵抗を0と仮定すると、280度ぐらいの高温の環境に入れると、その配線の電気抵抗は徐々に上がっていって、最終的に室温の1.7倍ぐらいの電気抵抗にって、 まで、なって、その後ブチっってて断線するっていう現象が見られたんだよね。で、それを見た20代前半の新人研究員の俺は思うわけよ。これは高温によって絶縁体が膨張して、その膨張の圧力によって配線が徐々に切れかかって、最終的にブチッと切れてしまったんだと。だから電気抵抗も徐々に上がっていって、最終的に断線してしまうっていう現象が起きたんだと。そういう仮説を立てたわけよ。なるほど。ということはだよ。つまり熱をかけても膨張しない絶縁体。それを採用すればこの問題をクリアできるんじゃないかということで、その材料 を探してきて、それで試作品を作った結果、見事に成功してこの問題をクリアすることができたわけよ。仮説が立証されたということか、そういうことだね。それで、その結果を会社の技術会議で発表したところ、俺の師匠だった王さんという人に間違いを指摘されたんだよね。間違い問題はクリアできたんでしょ。そう。問題はクリアできたし、絶縁体の膨張によって配線が断線したっていう。仮説も正しいと言われたんだけど。ただその前の絶縁体の膨張によって配線が徐々に斬りかかって。それで電気抵抗が。 たっていう解釈は間違ってるよって言われたんだよねほどう間違っていたのか単純に金属って熱をかけると電気抵抗って上がるんだよね抵抗温度係数って言うんだけどそれは自然な物理現象なんだよだから抵抗が上がったのは配線が徐々に切れかかってたからじゃなくて金属が熱せられたことで抵抗が上がったんだよって言われてこれは高校の物理でもやるけどねとも言われたんだよね闇な人だね。そういうチクッとした嫌味を言う人だったんだけどそれは全然いいんだけどそれで王さんはこうも言ったんだよね金属に熱をかければ電気抵抗が上がる ということは逆に金属を冷やすと電気抵抗は限りなくゼロに近づくんだよとそれを利用したものが超電導なんだよと言ったんだよね。そこで超電導の話か。そうどんな金属であっても絶対零度マイナス二百七度まで冷やすとその電気抵抗はほぼゼロになるんだよね。こうやって金属の抵抗がゼロになることを超電導転移温度って言うんだけど金属の中にはマイナス二百七度まで冷やさなくても抵抗がゼロになる金属っていうのが存在するわけよ。冷却温度をそこまで下げなく いいいのであればコストもも下がるるるし管理も楽にななから使いやすくなるよねそう。だからそういうものが、MRI とか、リニアモーターカーとか、実際の超伝導関連技術に使われてんだよね。リニアモーターカーに使われてる物質って何ニオブチタン合金ってやつだね。MRI もこれが使われてんだけど、その超伝導転移温度って何度なのマイナス263度だね。え、ちょっと待って。絶対0度とたった10度しか変わらないのか。それって意味あるのそれが超伝導の世界なんだよ。一度上げるだけでも大発見の世 なんだ,よね、だから、いわゆる高温超伝導って言われてる領域があるんだけど、比較的高い温度でも超伝導に転移する物質。これを高温超伝導体って言うんだけど、高温って言うとさぞかし高い温度と思うかもしれないけど、マイナス196度。この温度で超伝導になる物質を高温超伝導体って言うんだよね。約マイナス200度で高温ってすごい世界だね。ところで今見つかってる物質の中で、最も高い温度で超伝導に転移する物質って何なのか ?1993 年に発見された HG1223 っていいう水銀系酸化物でこれはすごいよマイナス138度,、ね、13度って想像もできないぐらい冷たいけど、君の話を聞くとすごく高温みたいに感じてしまうね。そうでしょう。で、今回韓国が新たに発見したと主張している LK99 というのは、何度で超伝導に転移するのか。室温って言われてんだよね。え、そんなことが可能なのか。だから大きな話題になったわけ。室温で超伝導が可能なら、あらゆる未来技術が実現可能なものになるんだよ。電力 損失がないから電力問題の解決はもちろんだけど核融合炉とか低コストなリニアモーターカーとか量子コンピューターとかあらゆる最先端技術が実現可能になるわけよ言ってしまえば夢の技術なんだよね反重力とか永久機関とかそのレベルの領域であってノーベル賞とかそういうレベルの話じゃないんだよね人類の文明が新たなステージに達するレベルの大発見なわけよすごく大きな話だったんだねそんな夢の物質が見つかったと韓国の研究人が先月末に論文事前公開さ アーカイブっていうところに論文を掲載したもんだから世界中が驚いたんだよねそれで本当にそんな物質が存在するのかっていうことで世界各国の研究機関が検証を始めたんだよちなみにこれが韓国の研究人が公開した LK99 室温超伝導体の映像だよねその小さい石がそれかそうちょっと浮いてるでしょ浮いてるねで検証結果はどうだったのかこの報道があった直後は中国で検証が成功したとかアメリカの研究所が理論的には可能だと言ったとかそういうポジティブなニュース が流れて関連株が軒並み急上昇するっていう盛り上がりを見せて韓国人もついにノーベル賞を取れるぞと韓国の貨幣価値はドルをもう上回るぞとかもうアメリカは韓国の銅に編入されんじゃねえかとかそんな喜びのコメントが殺到してたんだけどそれも日を追うごとに雲行きが怪しくなっていって世界各国の研究機関からその物質は室温超伝導体ではないとかそれどころか絶対零度まで下げても超伝導にならないとかただの絶縁体だとかそんな検証結果が報告 され始めてきたんだよねでも映像では浮いてたよねそれについては韓国の超伝導低温学会っていうところがかなり早い段階で指摘してたことだけど映像を見ると常に一部が下の磁石とくっついていて動いた後に揺れたりもしてんだけどその様子が超伝導体のフラックスピニング超伝導体が宙に浮いたまま固定する様子とは違うと言ってそれを理由に LK99 は超伝導体ではないと結論付けたんだよね超伝導体だったら空中で回転させたりとか逆さまにしても もそのまま浮いた状態を保てるからねじゃあなんで浮いてたの国際学会誌ネイチャー曰く硫化銅っていう不純物が混入したことによって超伝導体の特性が一部現れたものであって実際 LK99 の単結晶を分析した結果その物質は超伝導体ではなく数百万オームの抵抗を持つ絶縁体だったっていう結論を出したんだよねでは完全に積んだ感じか そうだね。韓国の研究人は、検証にはまだ時間がかかるとか言って諦めてないみたいだけど、今の感じだと、積んでるような気がするけどね。その韓国の研究人って何者なの登場人物は何人かいるんだけど、その中心になってるのは、クオンタムエネルギー研究所っていう民間研究所の代表、イ・ソベク博士っていう人と、高麗大学のコーン・ヨンワン教授っていう人なんだよね。その人たちが LK99 を開発したのかそう。ちなみにこれが、クオンタムエネルギー研究所が入ってる建物だね。え、なんかそう 想像と違うね。僕はてっきり白色で綺麗な研究所で開発されたものだと想像していたが、なんか随分とんと小汚いね。研究所はこの建物の地下にあるんだけどね。入り口はこんな感じだね。なんか収容所みたいだね。まぁ、あ、こんなこと言っちゃなんだけど、その外観を見ても人類史上に残る発明をするような場所には見えないけどね。まぁ見た目で判断するのは良くないと思うけど、そう思ってしまう部分はあるよね。だってそれだけの研究をしていたら、研究費なんてすぐに集まりそうな気もするけど。そうだね。その研究所には誰がお金を出して いるのか政府の支援金も入ってるみたいだけどこの研究所には某ベンチャーキャピタルが投資しててそのベンチャーキャピタルの親会社っていうのがある上場会社なんだけどそれで今回の発表があった直後その親会社の上場企業の株価が4倍近く跳ね上がったんだよね4倍ってすごいねで今韓国でちょっと怪しまれてるのがその親会社の株価が跳ね上がった後その主要株主が売り抜けていたことが発覚してどういうことっていう状況になってんだよねんつまりその人たちが株価を釣り上げて売り抜ける LK99 の話をでっち上げさせたとということかそういう憶測も出てるんだよね。まあ実際のとこはわかんないけど。なななんか単なるガセネタではなく犯罪の匂いもしてきたねとりあえず LK99 については、来月一連の検証結果について、クオンタムエネルギー研究所の代表、イースト・オベック博士が説明会を開くと言ってるから、それで実際に存在するものなのか、間違っていたのか、その辺の結論が出るんじゃないかな。これでもし間違っていたと、LK99 は超伝導体ではないと、認めることになったら、 国民も怒るだろうし研究所にも厳しい目が向けられることになるだろうからそうなったらいろいろ調査が入って裏で何が起きていたのかとその辺が暴かれていくんじゃないかなって思うけどねなんか韓国って昔も似たようなことがあったよねクローン関連であ、ES 細胞ねそれは韓国でも言われててこれは第二のファンウソクになるんじゃねえかとそういう意見もあるよね今後は気になるね何か進展があったらまた動画にしてよわかったじゃあ今日はこの辺で終わりにしようかうん、それでは皆さんまた次回チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。